いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎亜美です。チャンネル登録、ライク、ツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方や、すぐと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用のラインの方にお願いします。女性はね、女性専用の方にお願いします。ということで今回は女子受けする男の行動ですね、ご紹介していこうと思います。世の中にはね、まあ、恋愛がうまくいく方とうまくいかない方っていうのがいらっしゃいますよね。でこの両者どういう違いがあるのかって考えた時に、まあ、分かりやすくですね、真似しやすいような行動っていうのがあるかなと思ったので、今日はですねそれを中心にご紹介していこうと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。まず女性に受けない行動で、女性に受ける男の行動8選と、努力で内面は変わるのかっていう話をしようと思います。では早速やっていきましょう。まず女性に受けない行動1つ目、おどおどすること。おどおどしてる人っていうのはやっぱりね、女性からはですね、なかなかモテるっていうのは難しいですね。なんかそれ以外にめっちゃイケメンとか、話めっちゃ面白いとか、まあでもおどおどしてる状態で話面白いっていう人はなかなかおらんかな。あとは学歴がめちゃくちゃ高いとか、そういうなんか分かりやすいアピールがないっていう場合は、おどおどしているっていうのはちょっとですね、自信がないって思われちゃいますよね。自分に自信がないということが問題なのではなく、自信がないと相手に思われてしまうことが問題なので、キョロキョロしてしまうとか、そわそわ落ち着きがないとか、そういうですね、明らかに自信がないんだなって思われてしまうような行動をもし取っていたらね、やめるっていうのを心がけるのがいいかなと思います。そして2つ目が、清潔感がないです。清潔感ない人はね、なかなか受けないですよってお話を前からさせてもらってるんですけど、なんでね、そもそも清潔感がないと受けないのかっていうところなんですよね。なんで清潔感ってこんなに大事やって言われるかっていうと、女性で不潔な人って少ないと思いません？もしかしたら女性の中にもお風呂入るの嫌いで3日入ってないとか1週間入ってない子っていうのもいるかもしれないけれど、パッと見この子1週間お風呂入ってへんねんなっていう外見はしてないんですよね。恋愛っていうのはまずですね、自分と同じ価値観の人を信頼するというところから始まるんですね。で、自分と清潔感レベルが同じかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要視するんですよ。だって付き合う人っていうのは直接触る人ですよね。だから自分と同じ清潔感レベルじゃないと汚いって思ってしまう。だから清潔感っていうのをですね、女性ってのはめちゃくちゃ重要視するということです。なので最低ですね、やっぱ女性が気をつけているところ、スキンケアだったりとか、まあ、髪の毛がね、寝癖でぐちゃぐちゃとか、そういうのですね、やっぱ女性が気をつけているから、男性もですね、まあ、化粧するほどは気をつけなくてもいいし、女性よりもケアに気を使うっていうのは、それはそれで別マウントになっちゃうので、ちょっとね、まあその賛否あるかなっていうところなんですけど、女性が気をつけているレベルと同じか、ちょっとしたぐらいにですね、やっぱ気をつけるのが大事になってきます。では次ですね、女子受けする男の行動8選ご紹介していきます。まず1つ目、話が面白いかどうかです。話が面白いっていうのは、自分が面白い話ができるかどうかではなくって、相手の話を面白く聞くことができるかどうかなんですね。実際はそんなに興味がないこととか、まあ、そんなに面白くないなって思ってたとしても、かぶせて、いや、もっとおもろい話あんでっていう風に持っていってはいけないということです。自分に対して話をしている人っていうのは、聞き手がどんなに面白くない話だと思ったとしても、その人にとっては面白い話なんですね。だからね、話を聞くときっていうのは、会話の目的っていうのを履き違えてはいけないということですね。自分の面白い話をただただ聞いてほしいという目的で会話をするんだったら、もっとおもろい話あんでと言って相手の話にかぶせていくっていうのもまあまあありですけど、でもまあ通常はですね、そうじゃないですよね。特にこの動画見てくださってる方って落としたい女性がいるっていう方が大半なので、だからその女性とですね、いい関係を築くためには、自分の面白い話をひたすら聞いてもらうのではなくって、相手を楽しませようという気持ちで会話をするっていうのが大事になってきます。そして2つ目、褒める。以前、キャロットマンさんがね、コメントくださったので、モテてるかどうかわかりませんが、一時期めちゃくちゃとにかく目の前の相手を全力で褒めることをやり続けて、無意識でできるようになりました。そしたら人間関係がめっちゃ楽になりました。
もちろんですが、褒めると言ってもごますりではなく、相手のいいところをとにかく探してすげーって思ったことを心から褒めています。これは幸せな人生を歩んでいる人から教わりました。本質はみんな同じなんですねっていうコメントくださったんですけど、その通りなんですね。人の悩みっていうのはお金、健康、人間関係、この3つに集約されるんですね。で、人間関係って思ってるよりストレスがかかってるものなんですよ。その一つが楽になるですね。人間関係に悩まなくなれば、あと2つしか悩まなくても良くなりますよね。だから褒めるの苦手だって思ってらっしゃる方も、繰り返しやることで絶対身につくものなんですよ。だからぜひ褒めるっていうのはやっていただきたいなと思います。で、このキャロットマンさんが書いてくださってるみたいに、ごますりではなくって、すごいって思ったところを心から褒めていますっていうところがすごく大事なんですね。取ってつけたような褒め方をするのではなくて、本当にその人がすごいって思ったところを口に出して伝えるという意識が大事です。ただね、これなかなかできないんですよね。特にもっとですね、ポイントを挙げたければ、内面を褒めていくっていうのが大事ですね。相手が人から言われないようなことを褒めるですね。例えばね、すごく明るくって笑顔が素敵な女性がいたとします。でもそういう人って、明るいねとか笑顔が可愛いねって言われ慣れてるんですよね。なので、そういう人に対してはすごく明るくって一緒にいると元気になれるとか、笑顔が可愛いってのはもちろん言うんですけど、プラスしてそうやってですね、人に対して笑顔を向けることができる、前向きな発言ができるということは、めちゃくちゃ気遣いしてる人だよねというふうに褒めることができれば完璧です。そして3つ目、フットワークが軽いかどうか。受け身っていうのはなかなかですね、恋愛が成就しにくいんですね。なんでかっていうと、女性側が受け身でいたいと思ってる人が多いからです。やっぱりどっちかがですね、動かないと関係っていうのは深まっていかないですよね。それをね、相手に任せてしまうっていうのは、やっぱりですね、ちょっとこの人付き合ってからもずっと私が面倒見なあかんのちゃうかとか、結婚した後全部自分がやらなあかんのちゃうかとかですね、そんな風に思わせてしまう危険性があるので、観察をするためにですね、こっちが積極的にアプローチしないっていう期間はね、もちろんとってもいいんだけど、でもずーっと観察し続けるっていうのはやめましょう。そして4つ目、優しいかどうかです。緊張しちゃうとか恥ずかしいからといってですね、女性に冷たくしてしまうっていうのはダメですよね。ただ今ね、そうやって冷たくしててめちゃくちゃモテてるなら OK なんですけど、最近のね、芸能界を見ても、やっぱりめちゃくちゃイケメンの男性アイドルだったとしても、お笑い芸人化してきてますよね。なので、かっこいいだけでは成立しない世界観になってきているので、だから優しいとか面白いっていう要素が絶対的に必要になってきてるということです。そして5つ目、レディーファーストできるかどうか。例えばドアを開けてあげるとか、段差で手を貸すとかですね、そういうことができる男性っていうのはモテるんですね。もちろんそれがね、スマートにできたら一番いいんだけど、なかなかね、好きな人とかですね、まあ気になってる人に対しては勇気が出なかったりとかですね、ドキドキしてる間にその場面が終わってしまったりとかすると思うんですね。そうやっていざという時に行動できない人っていうのは、その人のせいなのではなくって、単純に経験不足なんですね。毎日誰かに手貸すっていう仕事してたら、手貸すっていうことがそんなに恥ずかしくないし、当たり前にできるようになります。だからですね、恥ずかしいなとか、いざという時に行動できないなっていう方は、何とも思ってない相手に対して手を貸すとかですね、ドアを開けてあげるということをやることですね。恥ずかしいとか行動できないっていう自覚があれば、やっぱいろんな方で練習をして、でもね、無意識にドアを開けるとか手を貸すっていうのができるようになるまで、自分の中に落とし込むという意識が大事です。そして6つ目、清潔感。清潔感に関して言うと、もう年代問わず必須ですよね。清潔感に関してはね、またちょっと別でね、新しく動画撮ろうかなと思ってるので、今回は割愛するんですけど、いずれにせよね、清潔感がないと、やっぱり恋愛対象にはなれないので、なので清潔感っていうのはとても必要な要素です。そして、7つ目、努力。人ってね、ストイックな姿に心惹かれるんですよ。で、その心惹かれる理由は、尊敬できるとか、自分にないものを持ってるとか、あとはそんなに自分のこと大切にする人なんだから、私のことも大切にしてくれるだろうとかですね、そういうまあイメージがあって、努力をしているっていうことですね、目に見えてわかる人っていうのはモテるわけです。だから女性って男性の筋肉とか好きですよね。筋肉ってやっぱある程度鍛えないと、まあ、パッと見てわからないので、なのでね、そういう体を鍛えてる。つまりですね、この人は自分のことを律することができる人。だからですね、浮気とかしにくいんじゃないかという意識につながっていくわけです。そして8個目、サプライズ。
男性が思ってるよりも女性に対するプレゼントってとても有効です。ポイントがあって、大きいものをドカンとよりは小さいものをちょこちょこっていうイメージの方がいいです。だから超高級バッグをですね、誕生日プレゼントにあげるとかよりも、何気ない時にこのコンビニのチョコ好きって言ってたからって言って買ってきてくれるとか、すっごい疲れてそうやからって好きなコーヒー買ってきてくれるとかですね、そういうちょこちょこしたプレゼントの方が嬉しがります。女性って何をもらったかという結果よりも、私のことを考えてくれたんだという時間が嬉しいんですね。なので一回きりのドカンと大きいものをあげるよりは、ちょこちょこ少ない金額のものをあげるという方が喜んでくれます。で、次ですね、努力で内面は変わるのかというお話をしようと思います。前にね、コメントくださった榊電気工事店さんなんですけど、モテるかモテないかっていうのは持ってるスペックの問題だと思いますと。精神的なスペックの天真爛漫で悪意のない無邪気で自分勝手な人間には絶対にかないません。外見でスタイルとかファッションは努力でなんとかなりますが、中身、心をガラッと変えるのはどんな努力をしても難しいものですってコメントくださったんですね。確かにね、努力でですね、中身をガラッと変えるっていうのは難しいですね。ただ、そもそもなんですけど、まず自分の中身なんて別に変えなくていいんですよ。っていうか人の中身なんて変わらないし、なんか変える必要もないものなんですよ。なんで変える必要がないかっていうと、だってですね、人の中身っていうのは外から見えないからですね。だから人から見えないところをですね、変える必要はないと私は思ってます。ただ、こっちがしなきゃいけないことっていうのは、中身を変えようと努力をすることではなくって、あなたの外見とか行動っていう人から見える部分っていうのをやっぱり変えるっていう必要があるのかなと思います。もちろんね、今の自分が大好きでこのままでいたいって思うんやったらそのままでいいんですけど、まあ、恋愛がうまくいかなくて悩んでるとか、もっとモテたいって思う場合はやっぱりどこかを変える必要がありますよね。変えるっていうのはダメなことだから変えなきゃいけないっていうことではなくって、自分が誤解されている部分があるから、その誤解を解くために、誤解されない行動をしていくにはどうしたらいいのかっていう観点で考えていただきたいなと思います。私はね、今までモテる方法とか恋愛のテクニックとかをですね、まあ、発信してきたんですけど、もしかしたら私の言葉が足りなくってね、ちょっと誤解をね、与えてしまうような表現になってしまってるかもしれないんですけど、私はあなたの中身を変えなさいとか、変わりなさいっていうことを言いたいわけではなくって、あなたの中身はそのままでいいんだけど、でも誤解をされている部分がある。あなたの魅力がちゃんとですね、正確に相手に伝わってない可能性があるから、何か変化させなければいけない。相手から見える範囲であなたの魅力を分かりやすく伝えるにはどうしたらいいのかという部分を、そこをですね、改善していくっていうのがいいのかなって思ってます。ということでまとめです。まず女性に受けない行動をご紹介しました。これは一つ目おどおどと、二つ目清潔感がないですね。そして次、女性受けする男の行動8選ご紹介しました。一つ目話が面白いかどうか、二つ目褒める、三つ目フットワークが軽いかどうか、四つ目優しいかどうか、五つ目レディーファーストできるかどうか、六つ目清潔感があるかどうか、七つ目努力しているかどうか、八個目サプライズね。で、次、努力で内面は変わるのかっていう話もしました。で、これに関してはそもそも中身変える必要ないですよって言わせてもらいました。ただ誤解なく自分の魅力を相手にですね、正確に伝えるためにパフォーマンス力を身につけるっていうことが必要だっていう話ですね。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあね、なかなかこう、モテるモテないっていう話をさせてもらった時に、どんなに努力をしてもモテないとかですね、全然うまくいかない。ね、中身を変えるなんてそもそも無理っていうコメント、まあたくさんいただくんですね。で、そういうですね、努力をしても無理だっておっしゃる方っていうのは、そもそも自分とは全く違うキャラっていうのを思い描いている方なのかなって思います。やっぱ当然キャラがですね、全く違うとかなり辛い努力になりますよね。努力というか、もうその、そうなれないって思う気持ちはすごくよくわかるし、まあ、正直全くキャラが違うと、そのめちゃくちゃモテてる、まあいわゆるチャラ男みたいなキャラにはですね、真面目な方がね、なるっていうのはちょっと並大抵の努力では無理なのかなと思いますね。
もちろん自分の足りないところですね、努力で補おうという姿勢はとても重要だと思うし、自分がその努力が絶対に必要だって思うんだったら、間違った努力ではないですから、全力で取り組んでいただきたいんですけど、ただうまくいかないなとか、すごく辛いなって思った時に考えていただきたいのが、そもそも同じキャラ2人いんのかどうかっていうところなんですね。例えば漫画読んでて、あれなんかこのキャラとこのキャラ被ってんなみたいな状況ってないと思うんですよ。だとしたらそのキャラどっちかで良くないってなりますよね。だからキャラ被ってるって、そのあんまり必要がないことだったりするんですね。だからそう考えると全くの別人になる、その誰かにですね無理して寄せていく必要っていうのはあんまりないんじゃないかなって思います。やっぱ人って弱いところとか、まあ、足りない部分があって、当然なんですよね、完全な丸っていう人っていないんですよ。絶対にみんなどこか欠けていて、その欠けているところがその人の魅力だったりするんですね。だからその自分の魅力をですね、どうやって見せるのか、自分のまあ弱点とかですね、うまくいかないところっていうのをどんな風にアピールしたらそれが自分の魅力になるのかっていう風に考えるのが大事なんじゃないかなと思います。よかったら参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。